12月11日水曜日夜8時ネバーエールプロダクションプレゼンツうたじょ、お聞きの皆さんこんばんは。この番組はさまざまな女性歌手が集まりお送りする番組です。今月も純香さんはお休みです。それでは番組を一緒に進行しますパーソナリティをご紹介します。はい、番組を一緒に進行させていただきますパーソナリティの根本萌音です。よろしくお願いします。はい、同じくパーソナリティの夏美シャトンヌです。よろしくお願いします。はい、そして番組をメインで引っ張っていきます伊藤さくらです。よろしくお願いします。はい、それではオープニングのコーナーを始めていきたいと思います。コーナーが新しくなりました。オープニングサイコロー。このコーナーはサイコロを振って出た目のテーマに沿って、私たちがトークしていくというコーナーになります。トークテーマはですね、1番が恋バナ、2番、自分のおすすめの曲、3番ライブでの失敗談、4番リスナーのお悩み相談、5番今好きなこと、6番今年やり残してることがテーマになっております。ではモネちゃんサイコロお願いします。いきまーす。ガラン。2番、自分の歌のおすすめ曲。まだ出来上がってませんね。先週から新しくなったばっかりですからね。そうそうそう、一瞬で決まるからね。危ない危ない危ない。それから考えないと。はい、はい、自分の曲のおすすめ曲、せっかくね歌う人がこんだけ集まっているので、はい、自分の曲のおすすめの曲を何かちょっと一人ずつ言ってみたいなと思います。はい、じゃあ誰からいきますか。どうする、あ、モネからいきますか。はい、はい、サイコロ引いた本人なのでいきたいと思います。はい、根本モネおすすめ曲たくさんあるんですけれども、私は、今ねソロになってから 1,2,3,4,5 枚出しております。実は、うん、おー CD を。そう、いで、デビュー曲はね、可愛い曲になってまして、うん、サマーダイアリーという曲なんですけれども、あー、デビュー曲なの。そう、あれがねサマーダイアリーで、ちょっと90年代のアイドルっぽい感じのアイドルソングの可愛い感じの曲になっております。うん、作曲がね小松健介先生というね、うん、有名な作曲の方に書いてもらいました。この曲はおすすめ、なんだろう、最初にね掛け声をね お客さんに言ってもらって、うんうん、私がエンジョイ様対アユレディっていうので OK ってファンの方にね声を言ってもらうので、うん、そこで毎回ね夏にねなるとたくさん歌って盛り上がる曲です。うん、この曲は私 PV がありまして、YouTube で見れるんです。おで、その PV がねなんと水着なので、おはい、ちょっと気になった方は YouTube で根本萌音サマーダイアリーで出ます。根本萌音でも引っかかると思いますので、ぜひ貴重な PV をねぜひ見てもらえたらなと思います。うん、この曲も私の曲はねいろいろなんだっけ、いろいろ配信もされてるんです。うんうんうん、なんだっけ iTunes さん、うんうん、LINE Music、うん、あとなんだろう、いろいろレコチョク、うん、なんでもねいろんな配信をされているのでね、はい、気になった方ぜひダウンロードでもね CD も発売しているので聴いてもらえたらなと思います。あとは私がね毎回ねライブで歌ってる曲がジパングという曲なんですけど、うんうんうん、ジパングカタカナでねジパングという曲が今ね一番たくさんの方に聴いてもらえてる曲で、はい、毎回ねライブでも必ず最後にね最近ずっと歌ってるんですけど、路上ライブを何年か3年ぐらい前に始めて、うん、そこからジパングを発売して、うん、路上ライブでたくさん歌ってきたんです。うん、そしたらもう2000人以上の方にCD を手に取ってもらうことができました。はい、本当にありがとうございます。なるほどね。はい、なんかねモネちゃんがすごい必死におすすめしてるのに、うん、なんか PA さんはグースか PA さんねえ、いつもそのいつもそのね私の曲をね流してくれてる , 笑っておりますのにね、いいんですよ、みんな疲れてるんですよ、うん、ね、そうです
そう、ね、平日ですからね、うん、でもね、ちゃんとライブの時は聞いてくれてますよ、ね、ありがとうございます。もう覚えちゃったもんねいつもありがとうございます。はい、そのね、あのカタカナでジパングという曲が、はい、あのこの曲から私の、 あの歌の雰囲気が、この曲が一気に、今までアイドルっぽい可愛い曲を歌ってたんですけど、うん、一気にガラリと和風ロック調な感じの曲になってて、うん、そのジパング、うん、かっこいい曲です、うん、そして歌詞はこの番組のプロデューサーが書いてるんです。実はすごい、そう、知ってた、知ってた、知ってたか知ってたって、はい、あのそのね、歌詞にもね、注目してもらいたくて、サビのところに全部スイレンが入ってるんです。サビがスヒレンって、あ、なるほどね、スヒレン花びら風に揺られ、全部サビのところがスヒレンから始まるんですよ。そこのね、あのスイレンにも、はい、あの注目して聴いてもらいたくて、そこのサビのね、歌詞がスイレン花びら風に揺られ遠い故郷を思う日に、ずらーって長いんですけれども、うんうん、そのね、あの歌詞が本当に情景がね、思い浮かべられるような歌詞になっておりますので、うんうんうん、皆さんぜひ聴いてもらえたらなと思います、はい、ぜひね、今日ね、あのまだ聴いたことない方もぜひ根本もねで調べるといろいろ出てくるので、ぜひ YouTube などにもアップされていますので、ぜひ聴いてください。はい、モネちゃん喋るね、喋ったね、思った、なんか1曲で来るかなと思って、そうそう、2曲言っちゃったね、そうそうそう、おすすめだから1曲に集中するかなと思ったら、ここぞとばかり、そうそうそう熱意は伝わったよ、ね、素晴らしいね、もうこのコーナー一生来ないかもしれないから、え、言おうと思って、あ、二度と、あ、まあそれはサイコロを回す、そうそうそう、モネちゃんにまだわかんないけど、そうだね、そうだそうだ、詰め込みました。はい、じゃあシャトンヌ行ってみましょう。はい、ではじゃあ続いて夏美シャトンヌの おすすめ曲は、私のオリジナル曲の、うん、待って待ってちょっと待って、あ、来た、歌える、待って待ってちょっと待って、すごい覚えてくれたの、好き好きです、嬉しいです、歌える、歌える、そうそう、その歌が一番おすすめで、そう、あのさくらちゃんも今歌ってくれたんだけど、うんうん、そのサビの待って待ってちょっと待ってのところが結構なんていうのかな、頭でリピートされる感じになってるんですよ、うん、見事に脳内、なるなる、脳内なんていうの、もう入り込みました、ありがとう、そうそう、そういう感じの、そういう作戦で作った曲なので、はい、まんまとハマりましたで最近そう、フルでPV を YouTube にアップしましたので、ぜひぜひ、夏海シャトンヌ待って待ってちょっと待ってで検索してくれると YouTube 出ますので、ぜひ皆さんのいいねとコメントとチャンネル登録お願い、はい、YouTuber です、ユーチューバーだったのみたいなこと言っちゃったな、なんかさらっと今すごいこと言ったユーチューバーだね、最後に言う言葉だ、そんなこと言っちゃったなと思ってぜひぜひあのフルバージョン見てください。あ、そして全曲ね、私の曲はそう、ちょっと自己紹介するね、うん、知らない人もいるかもしれないんですけど、クラシックをモチーフとした曲となっていて、うん、全て私が作詞をしていて、その詩のテーマが殺意なんですね。でその殺意に伴ってこの衣装のテーマが喪服となってますので、喪服シンガーの夏美シャトーヌとして覚えてくれたら嬉しいです。ぜひぜひ皆さんPV も見てください、よろしくお願いします。喪服シンガーって入力したらさ、ヤフーとかで入力したら出てくるか、出るかな、どうだろう、最近作ったから ね、あ、じゃあバンバン、うん、そうか、そう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 、喪服シンガー、そうだね、はい、あれ言ってないの、本日もなんだっけ、この番組でさ一番初めにさ、なんかお日柄もよく、ご愁傷様がダメだから、うん、何になったんだっけ、こう本日もなんかって決まったよね、そうなんだよね、でもやってないね、やってないねこの感じだとやってないね、そうなの、そうなの、そうなの、なるほどね、そうなんです、はい、はい、じゃあ、私のおすすめ曲をお届けしたい、あ、おすすめしたいなと思うんですが、はいはい、すっごい迷いました私今、実は楽曲総選挙っていうのを今やってて、来年ねベストアルバムを初めて作るんですけど、うん、自分で決められないので、皆さんの投票で今決めてる最中なんですよ。でその中で私が殿堂入りさせた曲が5曲あるんですけど、うん、その中からちょっとこうどれにしようかなと思ったんですが、2017年にリリースした CD の中に、シンガーソングライターという曲が入ってるんですが、うんうん、私のおすすめはそのシンガーソングライターっていう曲で、普段私は
まあ、シンガーソングライターって言ってるぐらいなので自分で曲も書いて詞も作るんですけど、うん、その曲は楽曲提供なんですよ。で、まあ、シンガーソングライターあるある裏側をもうリアルに書いた、そんな詞がね散りばめられてるんですけど、作ってくださった方に言わせると、その曲はみんなに届けるんじゃなくて自分の中で自分に届ける曲だって言われてるんですね。なので今まで大きなライブでこの曲を何度となく歌ってきたんですけど、やっぱり自分が今まで頑張ってきたっていうそれを一番知ってるのが自分で、その曲を届けてるのも自分で、それを思ってしまうと、うん、全部歌えたことって多分今までになくって、歌詞がもうやっぱり自分にグッとくる曲なので、どうしてもこう思いが込み上がってきてしまう曲なのね、うん、しかもライブでほとんどこの曲を歌ってないんですよ。とっておきの時しか歌ってない曲なので、みんなにこう自分がここだって思える時しか届けられない曲だから、ある意味レア曲で、すごくこうね、自分がこの日に勝負をかけて歌いたいって思った日にしか歌わない曲なので、うん、知らない人もたくさんいるんですけど、でもこの曲を歌った時に泣いてくれる人もいたぐらい、うん、最近ではやっぱりすごい神曲だと言われてる曲なので、私はシンガーソングライターという曲をねお届け したいなって、おすすめしたいなって思ってます。 CD も今はネットショップとか、あとタワーレコードオンラインとか、あとはライブ会場でもね買えるので、なかなかライブでは歌わないですが CD にもなってるので聴いてもらいたいなって思う、そんな曲シンガーソングライターおすすめしたいなと思いました、うん、はい、いいね、いいね、ね、そういう曲が私にはあるんですよ、ね、やっぱ感情が入るとね伝わるしね、今まで歌えたことがないからね、ちゃんともう、うってなって、もう大きなホールとかで歌うたびにうってなって、なのでね、多分そういう曲、多分これからもたくさん作っていければいいなと思いながら、今日はね、久しぶりに音楽団語りました ね、 そうだ ね、 ね、今日サイコロでこのテーマになったので、語らせていただきました、はい、以上、オープニングサイコロのコーナーでした。さて、今週のテーマですが、12月11日は胃にいいと語呂合わせをし、胃にいい日と読み、胃腸の日だそうです、うん、胃腸といえばストレス社会の現代、誰もが悩む胃と腸の問題、ストレス発散したいですよね。そこで今週は、あなたのストレス発散方法を教えてくださいです。事前に番組公式ツイッターなどでテーマを募集したところ、たくさんのコメント、お便りをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは早速お便りを読んでいきたいと思います。ではいきますね。はい、ラジオネームマッシー、スポーツライブで湧くこと、うん、ストレス発散方法、素晴らしい、いいね、あ、ごめん、もう一回言って、え、ごめん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 、もう一回言って、ごめん、なんて言ったの、スポーツ、うん、ライブで湧くこと、あー、なるほどね、そうそう、いいね、いい、超いい、超いい、ライブいいよ ね、 やっぱりね、好きなライブでね、好きな人のライブでね、発散方法いっぱいあるからね、素晴らしい、うん、続いて、はい、じゃあ次いきます。高雪さんからいただきました。ひたすらジムでトレーニング、おー、わかります、わかる、わかります、ほんと、わかります、やっぱ体を動かすといいんだね、うん、ね、無になれますね、無になれる、うん、いいね、はい、行ってみたいと思います、ラジオネーム中山さんから、いただきました。ストレス発散法、仕事に集中する、わかる、わかる、わかる、仕事に集中すると忘れる、無駄にスケジュールをいっぱい入れる、わかる、いいよね、うんうんうん、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、ラジオネーム匿名希望さん、はい、走ること、おお、スポーツと同じだね、やっぱそうなんだね、うん、無になれるからね、いいね、いいね、はい、じゃあモネちゃん、はい、ラジオネームまっつんさんからいただきました。非日常的なお楽しみ予定日を作っておく、プチ旅行とかシャトンヌに会いに行くとか、おお、ありがとうございます。プチ旅行と同じ存在だよ、うん、プチ旅行と同じ、なんかあんま嬉しくない、え、プチ旅行いいじゃないですか、お楽しみ予定日の、そうそうそう、特別な
存在ってことですね。そうそう、はい、はい、じゃあ行ってみます、うん、ラジオネームたなぎさんからいただきました。ストレス発散法、ライブに行く。うん、やっぱライブはストレス発散になるんです ね。そうだよね。みんなの目も輝いてるもんね、ステージから見てても。ちなみにさ、私のストレス発散法ってさ、うん、何2パターンあって、うんうん、1つはお家でワインを飲むことなんだけど、もう1個はひたすら泣くことなの。あえてひたすら泣くの。あの、泣ける動画とかさ、泣ける何かを見て、はいはい、ひたすら泣いて、そうすると私はこう、うんうんうん、涙を流すことが一番の発散法だから、うん、ひたすら泣くかお酒を飲むか。あ、でも飲むと泣きやすくなるから、飲んでいいこう何かを見てひたすら泣いてはっってなることかな。いいね、浄化されるよね。浄化かな。うん、なんかないの、ストレス発散方法。お風呂で泣くことある。あ、同じだ。え、大丈夫それ。お風呂で泣くこと大丈夫。なんで大丈夫。大丈夫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 。そっか。え、なんで。いや、なんかお風呂で泣くって言ったから、なんか誰にも見られたくないからお風呂なのかなと思って。あ、そういうことか。なんだかね、お風呂で寝る時もあるしね。危ない危ない危ない。それは危ない。最近なんかお風呂で寝ちゃってね、半分沈んで起きるんだよね。危ない危ない。あ、でもなんかちょっとわかる気がする。そうそうそう、寝ちゃうんだよね。でもね、気持ちよくすぎて寝ちゃう時ある、うん、え、それ以外のストレス発散ないの。うーってなった時に。あ、でも走るの好きだよ。ああ、じゃあ本当にたまに1年に1回2回とか。1年に1回なの。とか、あのジムに行って走りに行こうってなる時がある。待って、走りたいんだけどね、行く時間がない。ストレスたまる。たまる。どうしてんのそれ。あと、なんだろうな、あと人からに行く、一人カラオケ。あー、いいね。そうそうそう、それかな。じゃあそれかなーって言うと確かにね、うん、あと好きなもの食べる。そうだよね。それしかないよ、ね、シャトンド。まさかのシャトンドは。やっぱそう、シャトンド、やっぱお寿司食べる。あ、それストレス発散になってたの。なってるなってる。私なんでそんなに日々外食してるんだろうって思ってたんだけど。いや、やっぱ大好きなものを食べると本当にストレス発散になるなって思う。確かに確かに、うん、そう、ほんと。それかな、お寿司食べるかな、ストレス発散は。いいね、うん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 、はい、じゃあまたまだ行ってみましょうか。はい、はい、たくさんあります、読んでいきたいと思います、うん、ラジオネームあっちゃんさんからいただきました。ドラゴンボール芸人の動画を見ること。なにそれ。あれじゃない、あのあれだ、名前出てる、あれだよね、あのすっごい似てる人たち。アイデンティティ。あ、そう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 、うん、アイデンティティのあれすごいよね。似てる、うん、あの顔もなんかすごいよね。だんだん来たよね、もう寄ってきてるよね、うん、やばいよ、ね、すごいね。もらっちゃうも出てきただけ。あれ確かに、あのぶっ殺すぞ。あ、そう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 、絶対言わないような言葉はね。あれ面白い、本当に。あれはすごいと思う、うん、あれはいいかもね。あとね、一人カラオケで好きな歌を歌う。あ、お前と一緒だ、ね、うんうんうん、やっぱいいね。はい、じゃあ行ってみたいと思います、はい、ラジオネームみなつきさんからいただきました。ストレス発散法、愚痴を言う。聞かされる方はたまったもんじゃないよねって書いてある。まあでも言ったり言われたりだから、それはもうお互い様だよ ね。そう、言える人がいたらね、絶対言った方が。言いたい愚痴とか、私ずっと猫に言ってるから。いいね。言ったって言って。はい、じゃあ次いきます。あっこさんからいただきました。早起きして日テレのおはよんを毎朝見て、おはティップ体操をして、番組最後にティップネス部長の笑顔でグッジョブを見ることです。なんだ、おはティップネット体操。知らない。プロデューサーはしてるらしい。朝のね、4時にね、4時テレビをつけるとね、やってるんだよ。へー、4時20分なんだ。おはティップってやつだよね。いや、全然その時間にあんまり起きることないので。その時間に寝るもんだって。なんだ、レッツオハティープだっけ。なんかすごいんだよ。みんなもし早起きしちゃったらぜひ見てください。見てみよう。見てみよう。うん。はい、以上今週のテーマでした。続いては根本モネの車で街巡りのコーナーです。根本モネの車で街巡り。このコーナーは相模原市中央区千代田にありますコムコムオートの提供でお送りいたします。今回はベンツ CLS350 に乗って台湾タピオカ専門店リックファーム三田店にやってきました。三田店の店長鈴木さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。台湾タピオカ専門店とありますが、もともとはこのお店台湾のお店なんですか。
はい、そうなんです。台湾にも何店舗があるんですけども、うんうん、日本には今、3店舗がありまして、三田と、うん、はい、三田と赤羽と大阪にあります。来年には静岡の方にも新店舗が出来上がります。あ、そうなんですね。今あのタピオカが大ブームで、大ブームで、あのいろんな台湾のね、タピオカのお店も来てると思うんですけれども、これからもね、なんか増えていきそうですね。そうですね。ね、はい、そして私は今白桃ウーロンミルクティーをいただいております。あの初めてタピオカのお店で白桃ウーロンミルクティーを見つけました。あの美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。あのタピオカがね、あのもっちもちで、私もタピオカ大好きなので、いろんなねタピオカ飲んだことあるんですけれども、あの初めてリックファームさんのタピオカ飲んで、もうこれから通わなきゃって思います。ありがとうございます。ね、あのまた飲みに行きたいなと思っております。あの店長のおすすめのタピオカメニューなどありましたら教えてください。一番のおすすめはココナッツですかね。この季節になかなか飲めれないので、うん、またその上にチーズフォームやオレオをかけるとすごく美味しいです。おすすめです。さっきあの飲んでる方もいて、あの見たんですけれども、あのチーズミルクフォームですか。はい、そうです、ね、ミルクフォームが乗ってて、その上にあのオレオがね散りばめられていて、とても美味しそうでした。このチーズミルクフォームは甘いんですか。そうですね、少し甘いので、はい、結構人気なんですけど、若い方にすごく人気です。うん、あのインスタ映えもしそうな。そうですね、結構、あの高校生の方とか、あの写真を撮っていただいてもらってるんですけども、結構人気です。そうですよね、はい。あと何かあのみんなに飲んでほしいものとかありますか。そうですね、あの季節によって期間 の限定のメニューもあるので、はい、あのぜひ店にあのご来店してお試してみてください。はい、あの季節によってね、あのいろんな期間限定メニュー、ね、それもいつもね、あのお店の前とかに貼ってあるじゃないですか、まあ、そうです、そういうのやっていますとか、はい、そういうのも私いろいろお店で見るのが好きなので、ね、はい、これからあの春夏秋冬いろいろあると思いますが、はい、皆さんもねぜひあの季節おすすめのタピオカのメニューもぜひ飲んでみてください。はい、ありがとうございます。はい、ここのリックファームさんはあの漢字で書くとリック客房って書くんですよね。そうですね、はい、看板だとね、その漢字の利用の利にお客様の客、坊ちゃんの坊で、はい、あの立客房、それがリックファームと読むそうです。はい、今ね私が来てる三田店は東京都港区三田5丁目 6-7 三田駅から徒歩10分のところにありまして、慶応大学の近くにあります。皆さんもぜひ行ってみてください。それでは本日は三田店の店長鈴木さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回私が乗った中古車はベンツの CLS350 平成21年式で、走行距離は10万キロです。値段が72万8000円になります。このね車、あのシートがもうゆったりしていて、運転しても、もう長時間の運転でも疲れない。そしてあのベンツということもあり、高級感があり、とても良かったです。はい、そしてこの中古車のお問い合わせはコムコムオートで検索、そしてカーセンサーなどにも載っておりますので、ぜひね、あの気になった方はご連絡お待ちしております。このコーナーはコムコムオートの提供でお送りしました。バイバーイ。欲ばくばくほろ酔い天罰、
両端もきちんしぶく患者になれほら日は柔やすき方向手柄反殺染めの下握る感覚祈りを込めて涙ぬぐう騒げざうげいざゆてくせもほのかぶせるレンマの笑わぶんでんもの月で畑に乗り越えて無事を唱える盛りのない今は寄り添い花に浮かべ同じ空見上げてた月で見つけた十三夜行くさお知らせる宮大根無邪気な花の子を助けるため道が敷地歩いてたわ笑いうたく見せるオイランゴランチそしてこの世は諸行無常の暴れじゃきらびやかに見える宴は頬に家族の思い込め孤独な酒に踊り戯れ哀れな夜嘘めいと傘してやる母にはい、それでは皆さんのライブ告知などをここで紹介していきたいと思います。まずは次の、収録の、日程ですが12月の21日に、収録公開収録があります。場所は緑ヶ丘にある純歌さんのお店純歌&エミカミュージアムで、収録が行われます。この日のゲストがフリーアナウンサーの田口恵美香さん、そしてモノマネ王座決定戦にも出演しているモノマネタレントで歌手の暁めぐみさん、そしてニュースのチェリッシュを作詞作曲した福士健太郎さん、そしてマイチングマチコ先生でおなじみの漫画家の海老原武史さんがゲストで登場しますので、よかったら遊びに来てください。そして伊藤さくらのライブ告知は来年2020年6月の24日に赤坂ブリッツでワンマンライブが開催決定しました。大きな大きな、ライブハウスになりますので、よかったらね、応援しに来ていただけたら嬉しいです。今日もありがとうございました。はい、夏美シャトンヌは2020年2月29日土曜日渋谷ルイド K2 にてセカンドワンマンライブを行います。皆さんぜひ遊びに来てください。日々 のスケジュールなどはツイッターなどに記載されてますので、ぜひ皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。インフォなんですか？インフォアットマーク夏美沖縄ですよろしくお願いします。はい、根本もねライブ情報です。12月23、24日とオリンパスホール八王子さんにてライブがあります。はい、私根本もねも出演しますが、伊藤さくらちゃんと夏美さとねちゃんも出演しますので、はい、皆さんぜひ来てください。2000人以上入るね、大きな大きなホールになっております。お時間ある方はぜひ見に来てください。はい、詳しい情報は Twitter、Facebook などやっていますので、ぜひチェックをよろしくお願いします。はい、それでは来週の水曜日もまたお聞きください。本日もありがとうございました。